今なら全部を変えられそうだ。木陰になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。眠るのは明日、夢は自分で見る。やっときゃよかったって後悔したくねえんだ。俺は火影になる男だ。こんなところで立ち止まらねえ。つながってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。いろんな思いを託されてんだ。この勝負絶対勝つ。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ。あの背に追いつくまで俺は絶対止まらねえ。俺は木の葉の忍者、渦巻きナルトだ。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。俺ってばいろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。俺たちは負けねえ。そうだろクラマ。頭で考えても始まんねえ。今は前に進むだけだ。サスケだって何とかしてみせるし、戦争だってどうにかしてみせる。どんな困難があっても俺は諦めねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいてみせるってばよ。今俺は危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。師匠の意志は俺が引き継ぐ。妙木山での修行の成果だ。俺は師匠の信じたことを信じてみる。ど根性と痛み、それが師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。伝説の三人が一人、綱手様の弟子、春の桜をなめんな。綱手様の意志はこの拳に乗っている。この拳であんたをぶっ飛ばす。医療忍者だからって戦えないと思ったら大間違いよ。兄さん、僕にもつながりの意味が分かってきたよ。手加減しないと嫌われるのかな。こう見えて僕は結構強いですよ。つながりがこの僕にもあるのなら全力で守りたいんだ。俺にもまだできることはある。守り抜いてみせるさ、この瞳が届く全てのものを。これは俺だけの力じゃない。だからこそ強くいられる。お前を倒し、この両目に未来を映す。俺の仲間は絶対傷つけさせやしない。今回は久しぶりに沸点が低かった。やるからには負ける戦いはしないよ。千の術をコピーした俺には勝てないよ。俺にも忍びとして守るべきものがいろいろある。お前は危険だ。ここで仕留めさせてもらう。
相手が悪かったな。俺の勝ちだ。すでに突破口は見えている。この戦い、俺がもらう。飛び散る汗こそ青春の輝き。お前の根性を叩き直してやる。お前にも届け、この俺の熱き思いを。勝利は努力、熱血、青春によって生まれるのだ。木遁も火の意志もこの胸に引き継いでいる。なんとかなったか。僕を優しいと思っているならとんだ見当違いだよ。木遁の恐ろしさをじっくり味わってもらおうか。最初から俺の手の内にいたんだよ、あんたは。離れたとこからこそこそだけじゃねえぜ。逃げ場はねえ。この一手で罪だ。筋を通さねえような面倒くせえ生き方はしたくねえんだよ。僕は秋道一族16代目秋道長次だ。僕がこの戦いを終わらせる。この勝負の後に焼肉が待ってるんだ。僕はぽっちゃり系だ。僕は秋道一族16代目秋道長次だ。僕がこの戦いを終わらせる。この勝負の後に焼肉が待ってるんだ。僕はぽっちゃり系だ。華麗に激しく、私は戦場に咲いてみせる。綺麗な花にはトゲがあるってね。恋は人を強くする。乙女なめんな。私だって山中家の家紋背負ってんのよ。なおも高みを目指す。それがヒューガの宿命。どんな忍びだろうが俺の白眼からは逃れられん。己の不運を恨むがいい。この一生も俺にとってはただの通過点だ。見ていてください、ガイ先生。努力の汗だけが勝利を輝かせるんです。今こそ自分の人道を貫き守り通す時。どんなに手強い相手でも僕は絶対に負けません。リング最高、私も最高ってね。弱っ。ちょっとそれじゃ話になんないって。私に勝てると思ってんならそれはとんでもなく大きな間違いよ。最高に冴えてるぜ、赤丸。邪魔する奴は地の果てまで吹っ飛ばすぜ。
どうあがこうが俺には勝てねえんだよ。俺と赤丸のコンビネーションは誰にも止めらんねえよ。この戦闘も問題なしだ。容赦はしない。それが相手に対する礼儀だ。お前はまだ機械中の本当の恐ろしさを知らない。これがアブラメ一族の戦い方だ。逃げてばかりじゃ進めない。いつだって一歩でも前へ。心せよ。ヒューガは木の葉にて最強。守られてばかりじゃ強くなれないから。欲を守ることが俺の役目だ。風の一線をお見舞いしてやるぜ。この勝負俺の勝ちだ。大切なものを守るために俺はやるぜ。どんなことがあっても俺はこの葉を守る。逃げ道の先にナルトの兄ちゃんはいねえから。俺の名はサルトビコノハマル。火影になる男だぞこれ。お前を倒して火影に一歩前進だ。現実か現実か、そんなのどっちでもいいだろう。お前はもう負けたんだ。お前のその薄っぺらい覚悟じゃ俺には届かない。残念だったな。背負ったものが段違いだ。だから強いんだよ俺は。この手に届くものは全て助ける。そのためにここまで強くなった。今回の試験は不合格だ。この後廊下に立ってなさい。火の意志がある限り負けはしない。またアカデミーからやり直すか。少し調子に乗りすぎたようね。赤い血潮のハバネロが恐怖を刻んでやるってばね。私は渦巻一族のクシナ。この名覚えておきなさい。渦巻一族をなめんじゃないわよ。妖木山はガマ仙人ジライヤ様たわしのことよ。経典同士の超絶忍術、斧がマナコに焼き付けるがいい。このジライヤ様にかなうと思うてか。三人が一人、ジライヤ様の実力その目に焼き付けろの。いつの日にか俺も父さんのように。誰よりも強くなるためにこの一戦は落とせない。一瞬で片付けてやる。ま、俺も負けられない立場にいるんでね。仲間は俺が守る。俺はもう逃げねえ。俺は
落ちこぼれなんかじゃねえ。すげえ奴だって認めてやるぜ。私は…私…ホビット…なんで…こんなこと…今のお前にできることは何もない。この世界は俺によって真なる歴史を歩み始める。破壊し、そして作り直す。俺一人が闇となる。それが革命だ。俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺が火影になる。俺が火影となり、歪んだ忍びシステムを終わらせる。己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今までの負のシステムは全て俺が始末をつける。じゃあな。怪我された内葉が浄化されてく感覚だ。この目でこの世の全てを否定してやる。俺の闇を見せてやろう。俺の怒りを、憎しみを知るがいい。宙をなせるなら、暁すら利用してやる。この目で見切れないものはない。イタチを犠牲にした平和など、俺が潰してやる。今の俺は、雷すらも手なずける。この術は絶対にかわすことができない。俺の道を阻むなら排除するまでだ。この目も術も全ては復讐のための力だ。復讐の邪魔をするのならただ潰すだけだ。その防ぎ方、失敗だったな。俺の気まぐれで、お前は命を落とすんだぜ。お前のいかなる術も、この目の前では無力。誰も私に抗うことはできない。憎いかしら、この私が。命乞いしても遅い。あなたはここで朽ちることになる。もう少し楽しませてくれてもよかったじゃない。僕は僕を僕にしたいだけさ。僕は蛇を脱皮し、竜へと昇華したんだよ。完璧な僕に敗北はない。僕が何者なのか、君たちは分かっていないようだね。陸道の真理を解き明かすのはこの僕だ。素晴らしいだろう。オロチマル様の力が溢れてくるんだよ。
君の体はいい実験体になりそうだ。全てを解き明かすまで僕は負けることはない。怖いかい、この僕が。君はどんな声で泣くのかな。君には忍びの才能が全くないようだ。僕の力を甘く見たようだね。なんかこうぶった切る感覚がたまんないんだよね。お構いなしってやつで OK だよね。潰しちゃうかな。君とは仲良くできそうにないし。もう少し頑丈なら切りごたえもあったんだけどね。俺はいつまで拳を汚せばいい。俺はまた破壊こそ閲楽。ハハ徹底的に潰してやるぜ。中途半端でみっともねえんだよ、てめえは。ざまあねえな。へたれが吠えんじゃねえよ。図に乗ってんじゃねえぞ。見かけ倒しのクソ野郎が。なかなかに楽しかったぞ。今を見守るために耐え忍ぶ、それが俺の覚悟だ。これぞ火影の力だ。紡いでみせよう、本当の夢を。今こそ見せよう、我が穂村の意志を。俺は俺の里を守る。たとえ誰であろうと、木の葉にあだなす者は許さぬ。俺の術と力とこの腕で未来を切り開いてみせようぞ。おかげだからこそ非常に徹しなければならぬのだ。わしを兄者のように甘い男と勘違いしておったようだな。わしの火の意志、今お前に伝えよう。ここまで簡単にことがなせるとは、忍びの核も落ちたものだ。二代目火影が意志をここに見せようぞ。先代より継ぎし火の意志、消せるものなら消してみよう。里を守護する者として一歩も引く気はない。わしには命を落としても守るべきものがあるのだ。先代に託されたほかげの名、ここで汚すわけにはいかぬ。里をしたい。わしを信じる者たちを守る。その強き意志、実にあっぱれ。次も鍛えてやろうぞ。わしも初代様の火の意志を継いでおる。
火の意志がある限り負けはせん。三代目火影の力を侮るでないぞ。三代目としてその力を十分に発揮しようぞ。実力の差というものを教えてやろう。命を懸けて守るべきものがある。敵だけど君は気に入ったよ。負けちゃいけないんだ、火影に立つ者は。俺もいろいろ背負ってるものがあるから失敗はしないよ。慕う者や愛すべき者がいるからこそ今は誰にも負けない自信がある。火の意志は胸に燃えている。だから最後まで俺は戦える。俺にも譲れないものはある。うん、これで決着だよ。里を束ね、守り、そして育む、それが火影の意志だ。火の意志をなめるなよ。私をただの医療忍者だと思うなよ。おちょくるのはやめなよ。潰すぞこら。これがわしのやり方だ、ヒルゼン。わしが火影だと認識させる。やっとわしの時代が来たのだ。お前は必要な犠牲だ、わしが火影になるためのな。忍びの世のため、木の葉のため、決して生かしてはおけぬ。この力、守るべき全ての者たちのために。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。俺を信じる者がいる限り諦めはしない。お前にはわかるまい、あまたの意志、その重みが。今の俺にははっきり見える、光の道がな。分かち合い、信じること、それが希望へとつながる。もう俺のような憎しみは生み出させない。己を持たぬ者に俺は負けはしない。風影の名は伊達ではない。俺には守るべき大切なつながりがある。俺は誰かに必要とされる存在になりたい。俺の絶対防御は何人も破ることはできない。お前はからくり演劇の脇役に過ぎねえじゃん。最高のからくり演劇だったな。満足したぜ。恐怖ってのを教えてやるじゃん。なかなかの演劇だったな。
お前はからくり演劇の脇役に過ぎねえじゃん。最高のからくり演劇だったな。満足したぜ。恐怖ってのを教えてやるじゃん。なかなかの演劇だったな。見せてやるぜ、至高の演技。これぞ黒ひげ、誰にも真似できねえじゃん。とんだびっくり喜劇だぜ。黒ひげは誰にも抑えらんねえぜ。算した風情が私の前に立つんじゃないよ。激風に乗ってこの世の果てまで飛んできな。砂の三兄弟を前にして無事でいられると思うなよ。私の前に立った根性、それだけは褒めてやろう。なき者は踏み潰される。今この時のようにな。この世にわしより早い忍びはおらん。このわしに挑むのは100年早いわ。何を語ろうが力がなければなせぬ。天下無双、それが四代目雷武だ。力なき者は踏み潰される。それが絶対の真理だ。このアホめ、急を捨ててやるわ。これぞ憤怒の恐怖、しかと焼き付けたか。あっと驚く圧倒的なラリアット！うえ！夢いっぱい！俺の未来に乾杯！美獣のパワーで即臨終。あっちびたコンビがキラー B の様式 B。 この肩に刻まれた意志を今ここに示す。あんたはここで終わりだ。あんたには悪いが少し恥かいてもらおうか。あんたには悪いが少し恥かいてもらおうか。一気に片付けさせてもらうぜ。だるいっすけど。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。過去の痛みを知るからこそ最善を考えることができる。これが両天秤の大の木、しかと目に焼き付けておけ。ここでの戦いは絶対に勝つと誓ったんじゃぜ。ごめんなさい。優しいだけでは女はやっていけないの。この光景はいつ見ても心が痛むけど、消えてもらう。とろけるように静かに眠らせてあげる。溶けにくい人は好きなんだけど、あなたは遠慮したいわね。闇を開くは勇みの刃、三船が力見知りおけ。
拙者の間合いに入ったが最後黒沢を思って一戦する。侍道は格も続く、極めの域にはまだ遠い。我が信念見せてくれよ。この世界を否定する存在、それが内葉マダラだ。醜いな、もう踊ることもできんか。貴様の居場所はここにない。夢に消えるがいい。救世主たるこの俺が全てを終わらせてやる。力とは意志ではなく物質の起こす事象のことだ。引き継がれるものがあるとすれば憎しみだけだ。敗北を認めずあがく姿はただ醜いな。俺の後ろに立てる奴などもはや言わしない。絶望しろ、これが内葉マダラ、神の力だ。砂利と本気で喧嘩する大人がいるか。強がってもここまでのようだな。ご退場願おうか。俺を前にして勝利などありえん。ここでお前を消すこととしようぞ。これでもう心配いらぬ。わらわの勝ちだ。チャクラよ集え。今一度わらわと一つになるために新たな空間の始まり。お前たちはその犠牲だ。これで平和を実現できる。この現実には残すに値するものは何もない。もうじっとしていろ。十分耐え忍んだ。俺は次の段階へ人々を導く者、第二の陸道仙人だ。俺がこの世の因果を断ち切る。俺にとってこんな世界はもうどうでもいいんだよ。この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。この世界に希望などどこにもないと申しれ。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。俺は誰でもない、誰でも言いたくないのさ。本当の平和などない、希望などありはしない。二人目の陸道にして今は唯一の存在。やるときはやるっすよ俺。やったー、さすが俺の術、かっこいい。俺の術特別披露しちゃいますよ。超めんどくさい、さっさと終わらせちゃおう。
希望はない、光もない、あるのはただ絶望だけだ。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。すでにお前に希望などない、あるのは絶望だけだ。俺こそがこの世を滑るもの。もう一度彼女のいる世界を作ろう。俺は地獄にいる。俺がこの世の因果を断ち切る。認めない、こんな世界は壊してやる。世界に痛みを。我らが前ではどのような策も通じない。神に挑むこと自体が無謀。お前では到底俺の痛みは理解できない。ヤヒコ、コナン、俺を導いてくれ。この痛みは忘れんぞ。戦いとは双方に死と痛みと傷を伴わせるものだ。お前に万が一はない。諦めろ。平和の架け橋、私は彼らを支える柱となる。神からの命令よ、あなたを消す。せめて少ない苦痛で送ってやろう。今はただ光のため、己の全てをかけ戦う。お前の目は何も見えていない。お前の敗北、それが俺の現実だ。せめて苦しまずに葬ってやる。万華鏡の闇に沈め。今は進むのみ、たとえそれが修羅の道だとしても。どんな術にも弱点となる穴がある。己自身を認めてやることができない奴は失敗する。自らの力を過信し、個に執着した結果だ。偽りのない世界はもう目の前です。うずいてうずいて仕方がありませんよ。じっくりいたぶって差し上げますよ。抵抗は無意味です、私の前ではね。お前もすぐに監禁所送りだ。感謝するぞ、おかげでいいストックができた。貴様と俺とでは戦闘経験に差がありすぎる。そろそろストックが欲しかったところだ。気持ちいい。お前の痛みが流れ込んでくる。無
ちゃくちゃ言ってえから覚悟しろよ。下っちまったな、邪神様の裁きが。オイラの芸術は究極を迎える。うんうんうん、これぞ最高傑作だ。芸術は爆発なのだ。芸術に不発はねえんだよ。記憶はとうに捨てた。今必要なものは永久永遠の芸術。朽ちることのない永久の美こそ芸術。俺は優しいんでな、今すぐその苦しみから解放してやる。てめえも俺のクグツコレクションに加えてやるよ。力なき者はわしに従え。せめて忍びらしく潔く死を受け入れろ。信念なき者は淘汰される。このわしの手によっての。見知りおけ伝説の忍び三将魚の半蔵の力を。お前は取るに足らない存在だった。価値のないやつめ、せめて砂金と共に沈むがいい。四代目風影として里の脅威を排除する。俺が相手をするほどの価値はお前にはない。この地獄抜き手に貫けるものなし、最強の矛なり。何人もわしを止めることかなわず。この雷影こそが天下無双唯一無二最強の忍び。雷影の名は伊達ではない。甘いな、それ式の力で俺を抑えられると思ったか。鉄拳淘汰人遁類まれなる能力を持つ者、それがムー。せめてもの情けだ。俺の陣頭で痛みなく消してやる。二代目土影ムーの脅威存分に知らせようぞ。マイナシにゃカリスマってもんが面に出ちまうんだ。これがよ、お前とのバトル久々に楽しかったぜ。ほら見ろバカ、無理すっからだ。まあ俺が相手の時点で勝負は決まってたな。わしを年寄り扱いするでないわい。今こそわしが成敗してくれる。実戦経験の差というものを教えてやろうかの。貴様たぶりじゃ、ここまで熱くなるのはな。野望がある、だからこそ俺は戦う。喜ぶがいい、俺の手で地獄へ送られることをな。所詮お前はその程度、そのまま消えるがいい。俺の目的はまだ遠い。
だがそこまで歩みは止めん。あの人の夢を叶えたい。そのためなら僕は。降りかかる火の粉は払わねばなりませんね。手加減はできません。僕は子供ですから。僕はただザブザさんのために今は道具となって戦います。雲隠れ、ニーユギトの名にかけてお前を倒す。自らの実力を見誤っていることすら気づいてないようだな。何者にも負けぬ強き意志を私とニビは持っている。お前はすでに袋のネズミ、あとは私に狩られるだけさ。背負ってるもんが違うんだよ、あんたとは。てめえには覚悟ってのが足りてないようだな。四代目水影矢倉様だ。この名死ぬまで忘れんな。うずいてんだよ、人中力であるこの体、その奥の意志が。一瞬間の隙もわしと孫は見逃さん。我が道は修羅の道、四尾と共に先へ向かう。いかに固い意志でさえも養豚を前には意味をなさぬ。養豚こそ最強、誰もわしを止めることはできん。この藩の力舐めてもらっては困るで。この藩の合力でいかなる苦境も打ち砕く。フッ、お前は面白いやつだで。巨岩のごとき体と固き意志でこの戦いも圧倒してみせよ。伊達や水郷で六尾を飼ってるわけじゃねえんだよ。こんなくだらない戦い、時間をかける必要はない。俺は俺のまま、やりたいようにやるだけだ。悪いな、手加減は苦手なんだよ。最後はド派手に。それがフーのやり方っす。命がけの戦いはこちとら慣れっこっすよ。フーの辞書に敗北の文字はないっすよ。七尾の人中力は伊達じゃないっすよ。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。この俺はいずれ火影の名を受け継いで先代のどの火影をも超えてやるんだ。証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。俺は火影になる忍びだぞ。誰が相手でも負けやしねえってばよ。俺は俺の道を行く。邪魔をするな。いい感じだ。俺は復讐者だ。こんなところで負けるわけにはいかない。あいつを倒すまで俺の道は終わらない。全
愛街道一直線、愛は勝つ。見せてやるわ、女の意地と乙女の心。悪いけど全く負ける気がしなかったわ。知らなかった？女の子はタフじゃないと生き残れないのよ。勝負は終わってみるまで。いや、もう決まってるか。綺麗にはまってくれてありがとうよ。これが奈良家秘伝の術ってやつだ。めんどくせえことしちまったぜ。信じてくれる人のためにも僕は勝つ。僕はぽっちゃり系だ。この勝負勝って焼肉だ。この戦いは絶対に負けられない。見た目が可憐な乙女だからってなめんな。私のイロカでイチコロよ。タムケの花は何がいいかしら。私の魅力が刺激的すぎたわね。運命なんて誰かが決めるもんじゃない。お前は俺の八卦の領域内にいる。俺は魔剣、白眼と銃剣がある限りな。俺に負けは許されない。次に会う時はもっと強い男になっていることを誓います。ガイ先生から教わったこと全て出し切ります。たとえ忍術や剣術は使えなくても立派な忍者になれることを証明してあげます。燃えていきましょう。謝ったってもう許さないから。リング大盤振る舞いしちゃうわよ。私の本気を教えてあげる。さあ一気に片付けるわよ。俺と赤丸は止めらんねえぜ。余裕余裕、俺の敵じゃねえぜ。犬塚一族なめてんじゃねえぞ。赤丸とのコンビネーションを見せてやるぜ。お前がどんなにちんけな虫であってもなめたりはしない。お前の敗因は俺を甘く見ていたことだ。どんな相手だろうと油断はしない。常に冷静でいる。それが勝利の近道だ。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私はもう逃げたくない。私だって変わることができる。ヒューガは木の葉にて最強。俺は砂の一人の忍びとして風影を目指す。砂さえあれば何でもできる。努力し
他者から認められる存在になりたい。しぶといやつだったが、これで終わりだ。俺の傀儡に近づいちゃダメじゃん。滑稽だな、まるで喜劇じゃん。カラスとクロアリの共演は無敵だぜ。襲撃。バイバイ。どんなもんだ。とっとと失せな、このヘッポコが。やることなすこと全部甘いんだよ。弱き者、かぐやの舞に溺れゆけ。この体が朽ちる前に勝負を決める。僕の舞を見られたことを幸運に思うがいい。全てはオロチマル様のために。ずっと一緒にいるって決めたんだ。こんなところで終われるかよ。大切なもんを守るために俺はここまで強くなった。俺は俺のつながりを守る。邪魔するってんならぶっ飛ばす。やっと分かったんだ、大切なものが。だから俺は今は互いの心を痛み合うことができる。今はぶつかり合っても、いずれ分かち合う時が来ると俺は信じている。俺もお前もこの戦いから得るものがあるはずだ。この戦いなかなかだった。礼を言う。残念だけどこれで終わりみたいね。私の超華麗な体術で沈んじゃえ。もしかして私のこと甘く見ちゃってた？一気に終わらせちゃった。また相手よろしく。俺は俺の人形を言ってやる。根性で勝つ。これが滑稽んだ。大切なものを守れるように俺はもっともっと強くなる。俺の時代到来だってばさ。木陰になるのは私の夢。誰にも邪魔させない。超シャーンなろうだよ。当然の結果ね。私はパパとママの娘なんだから。うちはサラダをなめんじゃないわよ。